ミロードとは、小田急電鉄の子会社、小田急 SC ディベロップメントの商業施設である。現在、新宿、新百合ヶ丘、本厚木の3施設がある。小田急ポイントサービスの加盟店。なお、本厚木ミロードは単独でポイントカード制度を導入していたため、小田急ポイントカードの利用ができなかったが、 本厚木ミロードの独自ポイント制度を2008年1月31日で廃止し、2008年2月1日をもって全拠点で小田急ポイントカードが使用可能となった。相模小野ミロードは2007年4月1日よりミロードの名称を廃止した。ミロードの由来は英国の封建制度時代、借位持つ人々への尊敬を込めた呼びかけに用いられたマイロードである。 これは、ウィリアム・シェイクスピアの作中にも見ることができる。公式サイトではこの言葉の音が、威厳の中に優しい響きを含むとした上で、由来について、ビル全体からお客様に美しく語りかけ、多くの方に末長く愛されていくことを願って、付けられました。としている。小田急小田原線本厚次駅直結。ミロード1の4階に、駅改札口がある。 ミロード2は1993年11月4日に開業している。店内 CM には何本か山田康夫出演作があり、彼の存命中店内に流れていた。ミロード2と同じビル内に横浜銀行厚木支店がある。ミロード2が建築される前は横浜銀行厚木支店は同一場所で単独で出店していた。神奈川中央交通の厚木サービスセンターも 同ビル内にある。場所は銀座工事コーナーの真横側にあり、高速バスの乗車場所もある。以前はミロード2の入り口が回転ドアだったが、現在は自動ドアとなっている。2006年11月1日、厚木市によりミロード2正面、入り口左側に厚木ビジョンが設置された。かつてミロード2の7階に映画館厚木シネマミロードがあったが閉鎖された。 南館に存在した小田急厚木ホテルは2012年に閉鎖後、跡地にて、小田急ステーションホテル本厚木が2013年4月よりオープンしている。2013年4月からのミロード1階部分、大規模工事に従い、中央館の全店舗が同年3月末で閉店。2014年5月24日、中央館を小田急本厚木ミロードイーストと改め、 リニューアルオープンした。小田急小田原線新宿駅南口の真上。小田急百貨店とつながっている。マスコットキャラに可愛い豚のミロートンを採用している。都心部では極めて珍しい屋根のないオープンモールのモザイク通りがあるショッピングセンターである。小田急小田原線新百合ヶ丘駅とほ一分小田急小田原線相模大野駅の真上にある駅ビルで。 A 館と B 館に分かれている。従来、A 館はミロード、B 館はエクサイトという名称となっており、これらの総称をステーションスクエアと呼んでいた。開業当初 B 館には小田急百貨店相模大の店が入居していたが、数年で撤退し、その後、エクサイトという名称でアウトレットモールをオープンさせた。しかしこのアウトレットモールも不調であったため、 家電量販店の桜屋等が出店した。これにより、ミロードとエクサイトの差別化が図れなくなったため、2007年4月1日より、ミロードとエクサイトの名称を廃止し、ステーションスクエアに一本化した。施設内にはホテルもある。ありがとうございます。